る。じゃーん。今日はマス寿司を買ってきましたー。今日マス寿司を買ってきましたー。買ってきましたー。わー。うるさいよ。お店の人からマス寿司の上手な食べ方を教えてもらったので、やってみたいと思いまーす。やってみたいと思いまーす。はい、じゃじゃーん。はいはい、わかったわかった。ちょっと言って。あ、出てきた出てきた。おー、かっこいいね。いつ見てもかっこいいね、これはね。何度見てもかっこいい。はい。桶を押さえる棒の一つが物差しになってます。かっこいいですね。これでマスを同じ大きさに切れるんですね。はい、開けてみたいと思います。あ、ちょっと待って。あのね、開けてみたくなるけど、今日はね、これをひっくり返します。はい。ね。これ開けないで、このままひっくり返します。はい、ひっくり返します。はい、じゃーん、ドカーン。はい、ひっくり返しました。で、この状態で開けるんですね。そうすればうまくいくんだそうです。上手に食べれるんだそうです。じゃあ開けてみて、せーの。はい。はい。この状態にするんですね。最初に逆さまにするのが味噌なんだそうです。逆さまの匂いするね。こうやって最初に逆さまにすると、後でマス寿司を8等分に分けるときに、この蓋がまな板代わりになるんだそうです。笹ごと切っちゃうのがいいんだそうです。そうすれば後で食べるとき、危ないよ、手出さないで。そうすればマス寿司を食べるときに笹の香りを楽しみながら食べることができるんだそうです。よっ。よっ。タレは開ければいいのにさ。うん。よっ。何で切るの？うん。よし。じゃーん。おお、うまくいきました。すごい。あ、笹の葉がちょっと切れてる。食べるときはこうやって笹をちょっとめくりながら食べるんだそうです。うわ、美味しそうだね、やっぱね。桜マスの色も綺麗ですね。シャリの方もピカピカしてるね。ね、美味しそうだね。ここ。うん、そうそうそう、それご飯、シャリって言うんだけどさ、ピカピカしてるね。美味しそう。美味しそうだね。